板を割る技術というのが必要になってきました。体を板の上にしっかりかぶせるということがとても大事になってきます。体を落下させながら股関節を内側にねじ込む。新会館埼玉南支部支部長の鈴木雄三です。今日は空手の醍醐味である縛りについて説明をしていきます。昔から極真会館の全日本大会や全世界大会では、組手の試合で本戦延長再延長と決着がつかないと体重判定を行い、そして板を割った枚数で判定を決する縛り判定というのがあります。そして近年極真会館ではこの縛り判定が体重判定の前に決することになり、全日本大会や全世界大会などの試合においても板を割る技術というのが必要になってきました。縛り判定では正拳や側刀や鞭撇や手刀、この4種目の合計枚数で縛り判定を行っていきますけども、今回は一番最初に行われる正拳のやり方について説明解説をしていきます。このチャンネルでは極真空手や他の格闘技で役に立つようなテクニックの情報やフィットネスに関する役に立つ情報、また一緒にやってみるようなトレーニング動画などを配信しています。もし一つでもご興味があるものが該当したら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは正拳の板割りの立ち位置についてまずは説明をしていきます。立ち位置は土台を組んで板を置いていただいたところの板の横に自分の前足をセッティングしてください。そしてそこに自分の体をぐっとかぶせるようにして肩から先力を抜いていきます。力を抜いた時に手が垂直方向に重力で落ちていきますけども、この下がった手が板のちょうどど真ん中に手がぶら下がるところ、ここが一番垂直方向で力が加わる部分なので、体を板の上にしっかりかぶせるということがとても大事になってきます。例えばこれが板にかぶさらないようにして打ってしまうと手が垂直に入らないのは分かりますね。なので引き手を取った位置から打つポイントまで、ここまでが垂直のラインになるようにしっかりと板に体をかぶせるようにして立ってください。ここが正拳で板を割る時の立ち位置です。ちなみにこの土台の組み方については動画の最後の方で説明しているので、ぜひそちらもご覧ください。実際に板を割る時の体の使い方を説明していきます。体の使い方は空手の前屈立ちの逆突きの形と通常の組手立ちでの逆突き、ストレートの打ち方、これを掛け合わせたような体の使い方を行っていきます。足は組手立ちよりも少し広いぐらいを保っていただいて、手を前に置き引き手をしっかりと後ろに引っ込みます。そこから体をぐんとねじ込みながらストレートのように突きを打っていく。反対の手は前から後方に、引き手をしっかりと引くようにしてください。足はストレートを打つときのようにかかとを持ち上げ股関節を内側にねじ込む、股関節の内旋動作を使っていきます。この正拳突きの力を下方面に伝えてあげましょう。そしてこの力プラス体を落下させる力、これも加えてあげるとより正拳の試し割りの力がパワーアップしていきます。落下の力とは股関節を内側にねじ込むと同時に自分の上体を20センチほど下に下げていくことです。膝を抜くことによって体を落下させ、この速度を先ほどやった逆突きの形と一緒に下方面に使っていきます。体を落下させながら股関節を内側にねじ込む、そして下方方面垂直に突きを加えていく、突きを加えていく、これが
シワリを行う時の正拳の体の使い方です。では今説明した立ち方と体の使い方、これを合わせて実際に板をどのように割っていくのかというところまで説明をしていきます。まず立ち位置は先ほど言った通り板を側方に、右で割る場合なら左足を前、左で割る場合なら右足を前に出して立ち位置をしっかりと決めていきます。板の側方に足を置いたら体を少しかぶせるようにします。肩から先の力を抜くと重力によって腕は下に下がっていきます。この下がった時に板の真ん中の位置に腕が来るように一度っていってください。この角度が実際に板を割る時の角度なので、構えを作ったらそこでしっかりと自分の体にその角度を覚え込ませるようにしましょう。なるべくこの上下のストロークは大きくしていきたいので、目いっぱい上までギューッと引いていきます。これが中途半端な位置から打とうと思うとこのストロークが短くなってしまいます。なのでしっかりと後ろまで引き手を引き切り、そして実際に打つときには先ほど説明した通り体を落下させる力と股関節を内側にねじ込むストレートの動きを加え、上から叩き落とすようにしてまっすぐ垂直に拳を出していきます。このような形になります。あとは割るときには実際にストレート等では拳をギュンとねじり返しながら打っていくのが基本ですけども、実際にシワリの時にはこの板の木目が縦に入っているはずなので、当たる面に対して縦剣でいった方が、まあ、理屈的にはうまく割ることができます。もちろんやりやすい方でも構えないので、横に回旋しながら打っていただいても構いませんし、そのまま縦剣で打ち込みに行ってもどちらでも結構です。次に正拳の試し割りをやるときに失敗してしまう、まあ、よくある3つのパターンを紹介していきます。パターンの1つ目はインパクトの位置がずれてしまうということです。例えばこの目標物に対してこのようにかなり浅い位置で拳を引いてしまうとインパクトが一番下まで伝わらないため板を割ることができません。また深く入れようとしすぎてしまうと当たった瞬間に肘が曲がったポジションでついてしまうので、これも力が逃げてしまうため板は割れません。僕のイメージでは拳がこの目標物の半個下に突き刺さるぐらいの位置で割っていくとうまく割れると思います。次に失敗してしまうパターンの2つ目は立ち位置がずれてしまっているということです。先ほど正しい立ち位置を説明していきましたけども、そこから縦方向にずれてしまう、立ち位置が本来であるならば板の側面に自分の前足が来なければいけないところ、板よりも後方に位置取ってしまうとまず力が垂直方向に加わりません。少し前の方にスライドしてしまうようになるので板には正しい力が加わりません。また正しい立ち位置で手が垂直方向、板の真ん中に来る位置から左右にずれてしまうと目標地点の真ん中に向かって拳が行くので、位置がずれてると垂直に力が加わらないため手首をグネッと痛めてしまうような可能性も考えられます。なので最初の立ち位置とても大事です。先ほど説明した通りしっかりと板に覆いかぶさるように、そして板の真ん中に対して自分の拳が垂直に当たるようにしっかりと位置取りを行っていきましょう。3つ目の失敗パターンとしては体の使い方がうまくできていないということも挙げられます。力の使い方として股関節を内側にねじる力と落下の力、この2つを使うと言いましたけども、どうしても板を割ろうといって拳が先に行き急いでしまうと股関節がねじれずに、このような形体の回旋動作が起きないでただ拳だけが先走ってしまう、そうすると大きな力が発揮されません。しっかりと落ち着いて
体の回旋動作を十分に用いながら板をしっかり打ち抜いていってください。失敗パターンとしてはインパクトの位置、立ち位置、そして体の使い方、この3つの失敗パターンに気をつけながらぜひシワリにチャレンジしてみてください。次にシワリの練習方法について説明をしていきます。このような土台やこういった板、これが十分に用意されているならばシワリの練習もできると思うんですけども、土台はあるにしろこういった板というのはそんなに何枚も何枚も用意して割るわけにはいきません。なのでこういう土台や板がなくてもできるような練習方法を今日は皆さんとシェアしたいと思います。使うのは糸を3つ用意してください。糸を用意していただいたらこれを土台のように作り、そして1枚のミットをシュワリ板のように設置していきます。普段突き蹴りをミットに打つのと同様、打ち込みをたくさん行っていただくとシュワリも上手になっていきます。このように練習環境を作っていただいたら、あとは普段のミットと同様です。このように打ち込みをどんどんと行っていきます。こうすることによって失敗するような自分の原因や、強く打ち込めた時の自分の体の身体感覚、これがつかめていくので、ぜひ全日本大会や世界大会、もしくは試し割りの演武を行う前などはこのような練習キットを使っていただいて、ご自身で練習してみてください。では最後に土台の組み方について簡単に説明をしていきます。この土台ができていないといくら正しい形で打っても対象物に力が加わらなかったりするので、しっかりとここは見て学んでください。まずこの土台のブロックは、いろんな形があるとは思うんですけども、大体の土台が横の長さと縦の長さが違うと思います。なるべく上下のストロークを出していきたいので、土台は横に低い位置に置いていくようにしましょう。土台の置く位置は板を置いた時に約1センチほど板が噛むようなところに置いてください。もちろん平行にしていただいて、板も平行に置いていきます。板の位置が左右でずれたりしないように。あとはもうほんと1ミリぐらいのちょっとしか引っかからないところだと板がずれて落ちてしまいますし、噛ませる幅が大きくなってしまうと衝撃を与えた時にうまく一番下まで力が届かないので、先ほど私が言った通り板は約1センチぐらいの幅を保つようにしてください。これが正拳突きに限らず試し割りをする時の土台の作り方です。動画をご覧いただきありがとうございました。もしこの動画が役に立った、参考になったということがあったらグッドボタンをお願いいたします。このチャンネルでは極真空手のテクニックや他の格闘技に役に立つようなテクニック情報、そしてフィットネスに関する役に立つ情報や一緒にやってみるようなトレーニング動画などを配信しています。もし一つでもご興味があるものが該当したら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。